中国、広州で開催されているアジア競技大会は、10月7日に男子サッカー決勝で U22 日本代表が U24 韓国代表と対戦し、逆転を許して1-2で敗れた。試合の終盤、日本のタックを機に、韓国ベンチが一斉に飛び出してあわや一触即発のシーンが起きた。写真。 日韓決勝であわや一触即発ムードとなった U22 日本代表 MF 佐藤圭誠のタックルの瞬間。パリ五輪を目指す22歳以下世代を率いる大岩剛監督の下で2010年以来の金メダルを目指した日本に対して、韓国は24歳以下の世代でオーバーエージ枠も活用。金メダル獲得で兵役免除という韓国の事情もあり、フランス一部パリ・サンジェルマン、PSG、 に所属の MF イガンインも今大会に参加していた。試合は前半2分に FW 内野幸太郎のゴールで日本が幸先よく先制。しかし同27分、クロスからドイツ一部シュツットガルトでプレーする FW チョンウヨンに頭で叩かれて同点ゴールを献上した。後半11分には中央から崩され、こぼれ球を MF チョヨンウクに押し込まれて1-2とリードを許し、そのまま敗れた。 後半アディショナルタイムには、韓国がカウンターを仕掛け、MF 佐藤圭誠が全速力で戻りながら MF オム・ウォンサングに対応するも、後方から足をかけるタックルとなり相手は転倒。韓国ベンチ前だったこともあり、相手選手らが一斉にベンチを飛び出し、あわや一触即発のムードが漂ったものの、主審がすぐにイエローカードを提示すると冷静さを取り戻したように神聖化した。 このシーンに SNS でも様々な反応が広がり、韓国ベンチめっちゃ出てきた、よくイエローで済んだ、正当にイエローが出たことでみんな冷静に下がってったのが印象的、などの声が寄せられた。解説を務めた元日本代表 FW の福田正宏氏は、後方からのファウル。褒められるプレーじゃないですけど、時間と状況からしたら仕方ないですね。戦術的ファウルという言い方もされますけど、 あのまま行かれるとシュートまで行かれましたからね、と言及していた。